もこんにちは、T1 スタイルズです。しばらく妹のキノコが引っ越し作業のためにお休みなんでね。なんかソロで遊ぶモチベーションを上げるために、新しいおもちゃが欲しいなって思って、買ってまいりましたこの戦車。チェコスロバキアのティア7ライトタンク、シコダ T17。購入初戦、サクッと遊んでいきたいと思います。拡張パーツはこんな感じの、消音排気にレンズ被膜を積んだ構成に、垂直安定装置を乗せてみました。これは事前情報で移動時拡散大きめだよって聞いていたからって感じですね。将来的には変えるかもですが今回はこんな感じ。隠蔽率は現在 45%、視認範囲は459メーターですね。購入初戦なので野戦回収ゼロですが、モジュールはフル開発済みです。そしてバージョン 1.26 から搭乗員スキルが刷新されたわけですが、今回はこんな感じにしてます。ありったけの教本を与えてあげましたが、まだまだ未成熟。ちなみにスキルも現在適当めです。まだこの新バージョンになってからあんまり遊べてないので、近いうち見直すかもです。ってことで遊んでいきます。マップは漁師の港、南スタート。もちろん私がやっていくのは中央エリアの確保からスタートですね。このチェコ系戦車が実装される前から、スタイル3チェコ系戦車開発するんですか？っていろいろな方に聞かれてきてて。戦車砲が特徴で、接近戦が前提って感じになるだろうから、あんまり興味ないですって答えてきてたんですけど。それは今も変わらなくて、チェコ系戦車の連射砲には、あんまり興味が湧いてないのですがね。実はこのティア7車両は、5連射のオートローダー戦車なんですよね。単発は平均100だけど、連射間隔 1.33 秒とかなり速いんですよね。しかも装填12秒とかなり速くて、あーこいつはなんか面白そうだなーって思ってたので、購入してみた次第です。T3485M が、無茶して突っ込んできたな。あれはすぐに対処できそうだね。機動力は低めだな。最高速度が56キロって聞いてたから、まあこんなもんかなーって感じ。車体旋回ももっさり気味だね。なんかシコダ T50 を、ライト目にした感じがする。うまく当たらぬ。ちょっと拡散が大きいのか。でも絞りは悪くない気がする。連射間隔に追いついてはいるね。弾倉内火力500って少し物足りないけど、連射しやすいのは面白い気がする。決め打ちかシャーマンね。あ、でも君、逃げちゃうの？漁師の港の中央捨てちゃうの？これはアザースだね。ありがたく頂戴いたしましょう。見て、操縦手がやられてたのか。操縦手がやられてるとびっくりするぐらい旋回性能落ちるな。まあいいや、いただけいただけ、中央はいただきますだぜ。安全確認よし。中央早くも確保ですわ。これは勝利に大きく前進ですね。ジュヌが撃ちたかったぜクソー。実はジュヌ、倒したことないんだよねー。最近このティアで遊ばないから。倒しておきたいんだよね、専門家日本の勲章のためにさ。まあいいや、次回の機会で。さてあとはレオとファイアーフライとヘルキャットの位置が気になるかなー。ておいおい、ポルシェティガーがあんな茂みに置かれているとは。こりゃびっくりだ。撃てるかな？その前に今回ここのポジション潰しに来てなかったね。ここにレオとかいるかもしれないし。いないか？ちょっと強引に行きますねー。あ、ほらいたいた。あ、そうそう、今シャキッとつきましたアイコン。これ新しい乗員スキルの空間認知ってスキルなんだけど、これ個人的お気に入りスキルです。効果としては、自身が敵車両発見したら、四方のレティクル照準時間が 12.5% 速くなるってスキルでね。あ、ジュム食べ時なんで食べに行きます。で、そうそう、発見するだけで発動するから、去りにくいスキルっていうのもあるんだけども。敵を見つけたら専用アイコンが点灯してくれるから、自分が誰か敵を発見しましたよっていうお知らせスキルにもなるんだよね。これ、例えば軽戦車で遠くの敵を自分が見つけた場合はさ、その遠くにいる敵に対して自分が車線も通せてるって意味でもあるからさ、どこかに撃てる敵がいますよっていうセンサー的な役割を兼ねてもくれてて、あ、これはダメージチャンスを逃しにくくしてくれるいいスキルだなーって、本来とは違う意味で活用させてもらっちゃってます。で、このポルシェティガー、すげえルートで攻めてきたなおい。側面取れるかなーって進もうとしてたから、こっち来ててびっくりしたぞおい。まあ対応できたからよし。ついでに喋ってる間にジュムを発撃破できたしねー。レオがマジでいないんだよねー。中央じゃなかったのか。車両スペック的には中央に配備するのが良さそうなスペックしてると思うから、ここかなーって思ってたのにな。ってことは陣地後ろの茂みか、北西に隠れて狙撃してるかかー。読みが外れたな。
まあ黒糖が確保できたし、安全に前に詰め詰めしていきますかね。これをやったらね、車線切れちゃったな。いいや前進だー。まあセナ漁師のみんなと同じみの中央確保でアドバンテージ取っていいの。あとは囲むだけですな。あんまりダメージ出せてないけど、連射がホイホイできるのは楽しいな。機動力は結構遅めだけど、まあ火力出せる中戦車だと思ったら悪くはないかな。意外だったのが連射にレキクルの収束が追いつくことだね。遠くから狙撃しても連射できるじゃんって感じなのが、今使ってて楽しいかも。でも思ってたより移動時の拡散は大きめだね。これはやっぱり垂直安定装置で放せないかもな。そう、久しぶりのゲームプレイだから射撃力落ちてるぜ自分。一旦車線切らないとか。最近外泊続きで、動画編集はできてたけどボットはできてなかったんだよねー。もっとたくさん遊びたいで畜生。ほんとにレオのやついないなー。相当奥に隠れてるとか。当てられないけど、この連射感覚で、一応は狙った位置に弾を飛ばせてるってのはすごいなー。だけど前詰めないと当たりませんな。こっち側流れていいの。正面に敵からスポットや車線切れる障害物並べながら前進だぜ。お、ヘルキャット。誰か撃ってなー。あれを、探してたんよ君ー。捜索願い出すとこでしたよまったく。あこっちエイムスなって、岩で車線切っちゃうもんねー。一瞬だったな。さてヘルキャットかシャーマンに連射かまして終わりたいが。ヘルキャットさーん、この思い受け取ってー。 AMX13 トン 57mm ほどじゃないが、すごい連射速度だ。戦闘結果は2バッチでした。敵が後退するのが早かったのと、前に詰めてくる判断が早すぎでしたね。なもんであんまり稼げなかったけど、この車両が新しいおもちゃになりうるポテンシャルだってことはわかりましたねー。連射感覚が小気味いいのと、それに追いつく収束速度、そして装填が早いってのが楽しいですね。ちょっと視認範囲狭いかなーってのと、機動力低いかなーってのはあるけど、そこはティア7環境を思えば、腕でカバーできるかなって感じかなー。このまま2戦目に行ってこようって思うんで、次回の動画はこの続きになると思います。次回もしこだて E17 をお楽しみにー。ではでは、まったねー。よければ D の D1 スタイルズのチャンネル登録、感想などのコメント、高評価の持ちをお待ちしております。また、妹の自分のチャンネルでも、ワールドオブタンクスの動画を投稿しているので、ぜひ遊びに来てください。以上、D1 スタイルズの妹、マッシュルームでした。